コーヒー屋の人々は、池永明による日本の連作短編小説集シリーズ。2006年より小説推理に掲載2009年より双葉社から刊行されている。期間参観。殺人の前科を持つそ田だ介がマスターを務める東京、下町の商店街の喫茶店、コーヒー屋を訪れる人々を、主人公に心に傷を抱えた人々が語る。 様々なドラマを描く、連作短編の構成をとっている。シリーズ第1作、コーヒー屋の人々の続編に、第2作、ちっぽけな恋コーヒー屋の人々、第3作、コーヒー屋の人々宝物を探しにがあり、いずれも小説推理にて掲載された。同志2006年7月号から2008年9月号に、コーヒー屋の人々として、 二千十一年四月号から二千十二年十一月号に、続、コーヒー屋の人々として、二千十四年一月号から二千十五年三月号に、続々、コーヒー屋の人々として掲載され、二千十九年六月号から二千二十年三月号に、新、コーヒー屋の人々が連載された。二千十四年四月より五月まで、シリーズ第一作及び、第二作を原作として、 NHKBS プレミアムプレミアムドラマにて高橋勝則主演でテレビドラマ化され放送されていた。掲載誌はいずれも小説推理コーヒー屋の人々ちっぽけな恋 NHKBS プレミアムプレミアムドラマは区にてテレビドラマ化され2014年4月6日から5月4日まで前後はにて放送された。主演は高橋勝則。 キャッチコピーは、一杯のコーヒーが人生を変える。同枠にて2020年5月31日から6月28日に再放送された。主人公のソーダは、原作同様に殺人の前科があるが、殺害した相手は、勤め先の社長を自殺に追いやった、闇金業者に変更されている。また、服役期間も13年に変更されている。ちっぽけな濃いコーヒー屋の人々に関する。 カテゴリー、コーヒー屋の人々宝物を探しにに関するカテゴリー、ありがとうございます。